北十二条駅は、北海道札幌市北区北十二条西四丁目に、ある、札幌市営地下鉄南北線の駅である。駅番号は、N05。地下1階に2面2線の相対式ホームがあり、西側に2カ所、東側に1カ所改札口が設けられている。コンコースはなく、阿蘇方面南側以外の改札口は、地上とホームの中間の深さにある。 ホーム間の連絡通路が線路の下を通っている。出入口は2箇所あり、地上へのエレベーターは1番ホーム側出口に2機、2番ホーム側は南側の改札口に設置されている。コインロッカー AED トイレはいずれも1番ホーム側に設置されており、一般のトイレは改札の内側に、新商社対応のトイレは改札の外側にある。 札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は4972人であった。これは、南北線では自衛隊前駅に次いで少ない数字である。また、市営地下鉄全体でも自衛隊前駅、北13条東駅に次いで3番目に乗車人員が少ない。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。 北海道大学の最寄り駅の一つであり、学生向けの飲食店や古本屋などが多く立地する。また、札幌駅と保険内という立地でもあることから、業務ビルや集合住宅も立ち並ぶ、市街地としての側面も有志家賃も札幌市内の水準と比較すると若干高めである。駅の乗降客数は少ないが、駅周辺は人通りは多い。 北海道大学は東駅より西100メートル余りのところにあり、東駅より東約400メートルのところを創生川が流れる。創生川伊動はめっきり人通りが少なくなる。ありがとうございます。